ただいま、やっていきましょう。桜大戦2ですね。やっていきましょう。また来るよ。はい。さあ、これで屋根裏と、椿ちゃんの番号と、っていうのを手に入れてるか。何はともあれね。何はともあれ。まずは、体を清めていかなきゃ。いきなり。ああ、なんか部屋できてる。なんかバラ組の部屋できてる。行きたくねえ。ひょっとして、待って。今後風呂に行くとき、バラ組がいる可能性があるの。うわ、いつこれ。ひょっとして誰かが風呂に入ってると思ったが、当てが外れたようだな。仕方がない。他の部屋に行くとするか。やべえ。きつくなってきた。こいつらいるせいで。やべえな。俺以外が覗いたっていうパターンに持ち込むこともできるようになったから。そっか、まあ、椿ちゃんに電話してみるか、6時まで。コーラは下にいそうだけどね。ちょっとあのバラ組の部屋近づきたくねえんだけど。てかやっぱ、トンカントンカンやってんだ、あいつらじゃねえかよ。倉庫にできてるってことは。くそ。あいつらか。あ、やっぱ楓さんの部屋になってんだ、ここ。そうなんだ。綾部さんの部屋だった、てか空室になってたのか。あ、一回ちょっと、椿ちゃん。一番気になるのは椿ちゃんで、ね、今。はい。ふぅ。やっぱり自分の部屋は落ち着くな。さて、どうするかな。あ、やっぱあるんだ。キネマトロン使えたんだ、今まで。そうだな。息抜きに通信でもしてみるか。そうだよね。最初の説明でなんか、できるって言ったのに、できなくなったもんね。はい。あ、もう短縮で椿ちゃんがある。なるほどね。適当、てかさ、これで、あ、こうか。使い方がまだ慣れてない。こうか。花屋敷支部って700だっけ？あ、動かない。ああ、これ椿ちゃんか。はい。あれ、500だっけ ?700 だっけ？もしもし、高村椿ですけど。おー、繋がった。いや、椿ちゃんかい？大神だけど。え、大神さん、どうしてここの番号が分かったんですか？さっき、エリーたちから聞いたんだよ。あ、そうか。突然通信がかかってきたから、びっくりしちゃいました。それじゃあ、大きい画面で話しましょう。おー。向こうもキネバトルなの。はい。雑音が消えたね。わー、大神さんがはっきり画面で見えます。グリーンバック。こっちも、椿ちゃんがよく見えるよ。そうですか。なんだか、売店で話すのとは違う感じですね。そうだね。4K で見えるよ。4K で椿ちゃんが見えるよ。見えないけど、4K じゃないけど。ところで、大神さん、私に何かご用ですか？一言頑張れという、何をしてるのか聞く。デートに誘う。デートに誘う。椿ちゃん、帰ってきたら、デートに行かないか。え、大神さん、本当ですか？それじゃあ、定期に戻ったら、私から必ずお誘いしますね。マジマジOK なの。それじゃあ、大神さん、私、仕事の途中なんで、これで失礼します。待って。何やってんの何やってんの定役の皆さんによろしくお伝えください。あ、仕事、頑張ってね。仕事中か。ありがとうございます。また通信してください。デートの約束を取り付けただけになっちゃった。ま、時期が来ればわかるって言ったし、なんかやってんだろうな。なんか話進んでくと出てくるんだろうな。楽しみにしとこう。椿ちゃん、一生懸命やってるようだな。椿ちゃん帰ってくんのかな。それにしても椿ちゃん一体何をしてるんだろうな。もう一回かけてみる。椿ちゃん出ないな。やっぱり仕事に行っちゃったような。あー、まあ、そうなるわな。花屋敷支部ってあれ、こうか。花屋敷支部って何番だっけ。700だったよね多分。ダメなんだねこれ。そっか、ちょっと扱い方難しいな。これ500単位でなんかあるんじゃないの、もしかして。これどう、金剛様に繋がったりしない。金剛様に繋がったりしないかな。サタン様に繋がってほしい。サタン様に繋がらんかな。これ試したくなるよね。ダメか。短縮ダイヤル、アドレス帳。ああ、コーランがあるね。700。コーランはこっちにいるからか。コーランだなあれ。花敷支部じゃない。ダメか。じゃあ切るか。はい。レディのことが気になるし、通信はこれぐらいにしておくか。うん。レディはどこにいるんだっけ？もう忘れちゃった。
さあ、なんか行きたいとこいっぱいあるな。時間制限がな、とりあえず屋根裏行くか。なんかミニゲームな気がする。カンナの。屋根裏で修理してんでしょ。いや、隊長じゃねえか。カンナがこんなところにいるなんて、珍しいな。何してたんだ。台風が来るらしいし、今のうちに、帝域の屋根を補修しとこうと思ってね。屋根に登って、大工仕事ってわけさ。さすが、楽しいな。意外に器用だな。頼もしい。普通に頼もしい。館内なら安心して任せておけるよ。ありがとうよ隊長。ま、この霧島館の様にドーンと任しときな。あたいは沖縄で育ったから台風には慣れてるんだ。あーなるほど。屋根の補修くらいだったら朝飯前さ。なるほど。そうだ。あ、やっぱミニゲームだな。隊長よかったら手伝ってくれねえか。隊長が手伝ってくれると仕事もはかどると思うし、どうだい。手伝うよ。よし、手伝うよ。カンナ、頑張ろう。さすがは隊長、返事も気持ちいいね。それじゃあ早速始めようぜ。と言いたいところなんだが、何しろこれだけでかい劇場だし、屋根に登るのが大変なんだ。登るのが。ここから屋根への出口まで屋根裏を伝っていかないといけないんだ。あれ？なるほど、落ちたら大変だな。そういうこと。足元に気をつけれよ。じゃあ頑張ろうぜ。これは、さくらちゃんの掃除方式じゃなくてバランス系？ほう。クライマー。足の速い値と高く飛べる体調。落ちないように早く行こうぜ。どういうこと？足の速い値と高く飛べる体調。丸がジャンプ。X が交代。ジャンプ使用しない。はあ。これはマリオみたいな。強制スクロール。あー、そういう感じ。あ、違う、これだ。あ、壁にぶつかっても大丈夫だ。よし、難しい。こうか。これいいな、面白いな。これマリオだな。難しくね。え、こうか。あー、これそういうことか。よし、来た。こうか。なるほどね。飛べなかった。使い分けなきゃいけないのか。頼むぜ。これ飛べんの？え？よし、来た。え？頼むぜ。あ、二段ジャンプもいけんの？マジか。マジか。どういう理屈だよ。なんで大神二段ジャンプいけんだよ。よし、来た。あ、しまった。カンナも二段ジャンプいける。カンナ早すぎる。これはカンナかな。頼むぜ。うわー、マリオとちょっと変えてきてるな。すげえな、切り替えがあるんだ。キャラの。なるほどね。でも基本大神の方がよくね。基本は大神の方がよくねえか、これ。落ち着いてできるし。よし、来た。あ、でもこれ勢いがないとダメだ。え、これどうやって取るの？あ、入れるのか。ゴール、あれー、上行ったら裏コースとか。違うのか。なるほどね。これ面白いな。これは面白い。あ、タイムも関係するのか。残り時間も。うわー、なるほどー。なるほどね。なんか笑ってたな、カンナが。なるほど。そういう感じか。面白いな。これは楽しいな。まあ、でもいいゲーム鬼のように難しそうだけどな。おー、乗ってる。ヒャッホー。大丈夫。屋根の上だぜ。見晴らしはいいし、秋風が爽やかだし、最高だな。隊長、お疲れさん。よく頑張ったな。上がったね。カンナの言う通り、いい気分だな。来てよかったよ。へへ、そうだろ？隊長に気に入ってもらえてよかったよ。それじゃ、屋根の補修もさっさと済ましてしまおうぜ。ありがとうよ、隊長。隊長が手伝ってくれたおかげで、本当に助かったよ。屋根もしっかり補修できたし、これで、どんな台風が来ても大丈夫だな。少しは力になれてよかったよ。それじゃあ、あたいは行くよ。またな、隊長。うん、結構大仕事になったな。さて、俺もそろそろ行くか。次はどこに行こう。なるほどね。ショコあんまり最近行ってないけど、コーランいる？いないか。
ミニゲーム、もう一個ぐらい転がってそうだけどな。ソレッタが絶対音楽でピアノ弾いてくれてると思うんだけどね。いないかな。あ、コーラン！珍しい。あ、コーランじゃないか。音楽室にいるなんて珍しいな。行ってくれますな、大神はん。うちかて音楽くらい来ますで。音楽室くらい来ますで。ま、今日はうち歌の練習しに来たわけやないけどな。へえ、それじゃあ何をしに？ピアノの調律？このピアノっちゅうやつがどういう仕組みで音が鳴るのか調べようと思ってな。あー、なるほどね。研究家だな。けど外からではなかなかわからんから困っとったとこなんや。織姫がいれば。コーラも知らないことがあるんだ。織姫くんに聞いてみたら。解体は起こるだろ、織姫が。じゃあ織姫くんに聞いてみたらどうだい。よくピアノを弾いてるし。なるほど、そういう手があったわ。おきに、大神はん。今度織姫はんに聞いてみますわ。ほんならうちは行くわ。ピアノはまた今度じっくり調べに来よ。そうか、じゃあな、コーラ。ほな、失礼します。なるほどね、ピアノの音が鳴る仕組みか。さすがコーラ、好奇心が強いな。そうだね、5時までか、6時までか、あと数回だな。舞台袖、大道具部屋。レニーはどこにいんの？舞台袖かな。舞台袖からでも出てきたんだよね。レニーは部屋でいいの？どっか行くって言ってた。ちょっと時間が、喉休憩を取ってるからな、だいぶ。喉が結構酷使されてるから休憩取ってんだけど。部屋かな。レニー、大神だけど、少し話がしたいんだ。開けてくれないか。BGM。失礼するよ。女性の部屋だからね、レニーも。何もねえな。机の上で寝てん、椅子の上で、椅子で寝てんの、お前もしかして。疲れ取れないよ。ごめんよ、押しかけちゃって。ただ、さっきの稽古のことが気になったから。体調でも悪いのかい？どうかな。レニ。体調。どうした？レニ。僕は、うん、僕は、お何のために戦ってるの？テッドを守るため。僕は自分が何のために戦ってるのかわからなくなった。レニーはなんかそんなところがあるよね。自分の意志で戦うと決めたというよりは、それが使命だから、仕事だから、そういう外的な理由で戦ってるように見えるから、自分の内部からではない理由。一体何のために戦ってるの？それは帝都を守るため、正義のためだ。帝都を守るためだ。それは帝都を守るためだ。俺たち帝国歌劇団の任務だからね。正義を示すとこもあるから。帝都なんてそんなの僕には関係ない。まあ確かに国内の人ではないしな、もともと。正義って答えるのがよかったのかな。出てって。もう休むから。しかしいいから帰って。レニーも女の子なんだから、そういう日があるよ。やめろ、大神。こういう時はちゃんと向こうの言うことを聞いてあげよう。レニー、調子が悪いとか気分が良くない時があるんだから。男の子だったらわからんでもない。女の子だから。何のために戦ってるんだ。そう、不安定になる日なんだろうね。雨降ってきた。雨になった。突然雨になった。何のために戦うか、あ、待って、これもしかしてレニーの部屋に行ったがゆえに時間関係なく終わった？
かやま。かやまが引いてる。しまったな、時間かけなく終わったのか。思ったねことした。いよ、大神。なあ、うん。かやまは何なんだろうな。まあ、敵ではないな、明らかに。味方だけど、幸せだなってよく言うな。かやまもなんかすごく、いろんなもの抱えてんのかな。悩めるだけ幸せだな、みたいな。そういうとこがあるのかな。その声は、すごいおっちゃらけ、ちゃって。お前、どっから登場してんの？どういうことなの？いや、格好はいいよ、まだ。格好置いとこう。格好置いといていいけど、どっから登場して、どうやってんの、お前それ今。どういう状況？吊るされてんの？やっぱりかやまか。なんだよ、その格好は。大神、夜はいいな。俺は夜になるとこうして逆さ釣りになるんだ。え？ハングドマン、 お前はコウモリか。コウモリか。溜めたな。そう、俺は夜の闇を飛び回る一匹のコウモリなのさ。なんかやだな、もうこれやだな、こいつ。どうでもいいから、とりあえず中に入れ。入れてあげるんだもんな。優しいな。とめっちゃむせてんじゃん。もう頭に血が昇りかかってんじゃん。ところで、大神、マドラス当てないだろうな。お前は信念というものを持っているか。ほう。なんだよ、やぶから棒に。個人曰く、苔の一念、岩をも通す。言葉で語るな、理屈で考えるな、そんなものは答えではない。苔だっけ、そもそも。あれ、水あれ、いや、え、ちょっと待って。岩をも通す、なんか水が、ちょんちょんちょんって少しずつ、粘結をかけて、なんか、大岩に穴を開けるって。あれなんか、あれ苔あれちょっと待って、よくわからなくなってきた。合ってる。わかるか。これ敵のこと言ってね。そうか。確かに俺は、レニの質問に、言葉で答えようとしていた。レニに必要なのは、言葉でも、理屈でもない。俺の気持ちだったんだ。迷うな。迷えば敵の術中に落ちる。自分の信念を貫け。敵なの。ああ、よくわかった。忠告感謝する。それでこそ俺のライバルだ。ライバルなの。じゃあな、大神、行くぞ。とう。楽しんでんな。よいしょ。ではどうやって戻るの、お前。ちょっと、お前、釣られた状態でどうやって戻ってきたの。上に上がってったの。どうやって。いつも、なんなんだ、あいつは。アニメだとあんなやつじゃなかったような気がするんだけど。ほ、に、ちゃーん。呼ばいかい。いる？呼ばいかい、アイリス。おっと、今度はアイリスか。どうぞ、空いてるよ。フリースペースだよな、狼の部屋なんか。はい。何ですか？アイリス、座っていいよ、椅子に。いや、アイリス、どうしたんだ？あのね、お兄ちゃん。アイリス、レニのためにこれ作ったんだ。お、なんか作ってくれたの？あー、花飾りか。花飾りってさ、アイリスのなんかミニゲームクリアしたら出てきたやつの CG にあったっけ？アイリスの花飾り状態。あれのやつか。だってレニ、なんだか元気ないんだもん。この花飾りをプレゼントすれば、きっとレニも元気になるよね。あ、アイリスの気持ちがいっぱい詰まった花飾りだ。きっと元気になるよ。うん、いいよ。俺ちょっと嫌われてるかもしれないけど、俺も花飾り欲しいな。言いてー。よし、行こう。俺もレニのことは気になっていたんだ。うん、今の言いたかったな。俺も花飾り欲しいって言いたかったな。それはそれでアイリス喜んでくれそうだけど。わーい、ありがとうお兄ちゃん。それじゃあ行こうか。今これレニの心象風景を表してんのかな。雨降ったりしてんのは。そういうことなのかな、この切り替わりのシーンのあれは。どうしたんだい、アイリス。お兄ちゃん、レニ、花飾りを受け取ってくれるかな。
大丈夫、きっと受け取ってくれるさ。ベニー、いる？何か用？開けてくれた開けてくれたな。なんだ、なんなら出てきた。なんか仲いいんだよねこの二人。はい、これアイリスからのプレゼント。アイリスには打算とかそういうものがないから、レニーにとって何の計算もする必要がないもんね。そういうところもあってとっつきやすいんだろうね、大人より。どう、これはレニーも女の子でしょ。なぜ僕に？だってレニーはアイリスの大切なお友達だもん。お友達が元気ないと最初惚れそうになってたけどね。そういやアイリス元気にしてあげるんだもん。女の子って知ってどう思ったんだろうね。そういやまあいいか、友達、まあ狼の方に惚れてるからいいのか。僕が？そうだよレニー、その花飾りにはアイリスの気持ちがいっぱい詰まっている。お前が戦う理由はアイリスを守るってことでいいんじゃないか。君が今悩んでいることに俺たちが結論を出してはあげられないけど、俺たち花組はいつも君のそばにいて見守っている。この花飾りはその証拠だよ。ねえレニー、答えはレニーが出さなきゃいけないからね。よかったな、アイリス。それじゃあレニー、今日はもう遅いし、ゆっくりおやすみ。おやすみつか椅子の上で寝るの君は。はい。ちょっとあれ、おやすみなさい。大神のベッド貸そうか。大神のベッド貸してあげようか。俺どっかなんかサロンとかで寝るからさ。大丈夫かな。まあ、あのスタイルが身についてんのか。それじゃあアイリス、俺たちも部屋に戻ろうか。いやー、アイリスの方がありがとう。おやすみなさい。アイリスのおかげでレニがちょっと抜け出せそうだね、心の迷宮から。あ、おやすみアイリス。これはアイリスじゃないとダメだっただろうねやっぱりあとそうですか。もう隠す気ない、隠す気ない。ネズミがそろそろ感づいたようだし、どうやら潮時のようね。ネズミって誰よ、みんな感づいてるよこれ。君よく傷だけじゃないね。アイリス、うん、僕の友達。うん、そうだよ偽りのね。洗脳されてんのか。そういうことか、スイッこの秘策ってそういうこと？レニーを洗脳してんのか。誰だ？サキさん。レニー、あなたは私に似ているわ。は？どういうこと？何をするんだ？その子男の子じゃないよ。そんな密着しても。友達なんて偽り。金剛さんのこと言ってる？戦場で信じられるのはただ一人。ああ、いつも自分のそう言ってるもんね、レニーは。まだいつも、もしかしてそこのセリフも変わる？レニーが解放されると、真実の記憶が記憶みたいのが解放されると、そういうこといやなんか金剛さんといろいろあったんだろうなスイコだと思うけど、スイコもあなたならさっきもそれくらいよくわかってるわよね、レニー。僕はえ、どうなってんのこれ。そういう術を使える魔術。あなたはいつも一人ぼっち。でも
心配いらないわ。戦いの中では誰でも孤独だもの。電撃流してんだこれ。電撃流してんだってから。行きましょう、私と一緒。なんかあやめさんポジションみたいになってんだ。前の、あなたは戦うために生まれてきた機械。友達なんて必要ないわ。はい、その通りです、みたいな。こういう感じ。あー、目が、目が視力検査右みたいになってる。C のマークになっている。目が、はあ、レニーは何なんだろうな。これできっとあの方もお喜びになるわ。やめろよその抽象的な表現。過激だ。あなたたちの仲間レニーは、うん、影山咲菜。いや、まあ、知ってた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 。この国機械御業主知ってた、うん、いただいていくわ。はい、知ってた。レニは、レニを持ってくのはやめてよ。お前の正体はいいよ。お前は分かってたよ、もう。いや、まあね、それは分かってたよ、うん、はい。ありがとうございました。なんだろう、この軍服みたいな機器の衣装だよね、多分。そういうことね。ああ、そっか。なんだろうね、スイコは人心を惑わしてきたな。そういう術が使えるのか。え、銃を取れって。うわ、なんかあやめさんの時のこと思い出すな。タイトル銃を取れ。いやー、なんか変な思い出しちゃうな。はい、平気で撃ったもんな俺。サタン様に撃つと思ってたから平気で撃っちゃったもんな。はい、ありがとうございました。ありがとうねー。